カーディガン真紀子の話からは遠のきたいと思います。五十嵐香織でした。試着室はマジックボックス。皆さんこんにちは、スタイリストの五十嵐香織です。今日はね、どういうお話をするかというと、また例のごとくカーディガン真紀子してるんですけれど、このカーディガン真紀子で注意しなきゃいけない点をお伝えしたいと思います。これは私のね、お気に入りのつなぎちゃんなんだけれども、白いね、袖ポンシャツなブラウスと合わせて、お気に入りのサマーブーツとこのカーディガンっていうものを合わせてます。前にね、ご覧いただいて、これ例の3年前ぐらいに無印良品で購入したカーディガンね、なぜこれを購入したかっていう話をだいぶ前にお話ししてたんで、もしご覧いただいて覚えてらっしゃる方は、あ、そうそうって言ってくださると思うんだけど、このブーツに合わせるために、この探しまくったこの紺とベージュのボーダーでございます。で、何を注意しなきゃいけないかっていうと、以前もね、キッズのご紹介したじゃない、紺と白じゃない。でね、もう一つ私ね、いつも使ってる紺と白のね、ニット系のね、ものがあったんだけど、ちょっと今見つからないので、これで説明するね。このシマシマとこのシマシマ、何が違うと思う？色だよね。こちらは紺とベージュ、こちらは紺と白なわけでね。私が今着ているこのブラウスは真っ白なので、本来この真っ白とこの紺の組み合わせに合わせるのは、こっちの方がより合いやすいわけ。なんでかっていうと、白紺だから。だけれど、足元を見ると紺とベージュじゃない。で、紺とベージュに合わせるには、全身見るとちょっとこれだけ色が違うっていう風になってくるね。っていうわけでね、結構たかがしましまされどしましま、色味っていうものを自分の洋服に合わせる、この微妙な色の差ってものすごく重要だったりするの。どれをね、メインにするのか、この靴とこのしましまのカーディガンを合わせて自分は見せたいんですよなのか、このしましまの上のね、白いブラウスとこのしましまを見せたいのか、それによって選ぶものが変わってきます。なるべくだったら、こちらを選んだ場合、靴は白だったりとか紺だったりとか、もしくはしましまだったらこういう青と白のしましま、紺と白のしましまにしなければならないの。だから格上げできるものではあるんだけれども、色味にはぜひ注意していただきたいと思います。はい、というわけで、もう一回最後にね、完全な状態でお別れしたいと思います。はい、そろそろもういい加減セーター巻きをカーディガン巻き子ばっかりやめてくれっていうかもしれませんので、そろそろカーディガン巻き子の話からは遠のきたいと思います。五十嵐香織でした。試着室はマジックボックス。まだチャンネル登録なさってない方は、ポチッと&いいねボタンで高評価をいただけると嬉しいです。ではまたお会いしましょう。バイバイ。